はい、皆さんこんにちは、ドラムインストラクターの山部幹夫です。久しぶりの動画なんですけども、今回はですね、ダブルストロークを使った、ロールよりも、まあ、比較的皆さんが、身につけやすいのではないかと思う、クローズドロールですね。まあ、プレスロールとか、正確にはバスロールなんて言ったりもしますけども、いろんな、俗の言い方がありますけども、はい、今回はそれを、どのようにやったらものすごく綺麗なロールになるかという、そういうコツをですね、いろんな例えとか、コツを伝えるために、道具を小道具を使うんですね、やってみたいかなと思いますね。わかりやすい動画になってるといいと思いますが、どうでしょうか。今回はですね、小道具ってさっき言いましたけども、プレスロールとかそのバズロールって言いますだけども、それを実現するときに実はこのグリップのですね、スティックにかけるこう圧というか、どのぐらいの、力で、スティックを支えてるかっていうのが、そのなんですかね、きめ細やかさとかスピードとかそういうので、変わってくるんですね。非常にアナログな話なんで、デジタルにですね、このようにこの指を使ってっていう説明がとってもしにくいんで、結構ドラム講師の方々とかも説明がなかなか難しいって思って感じている人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、僕はですね、ちょっと独特な、教え方をしまして、物の柔らかさに例えるっていうことも時々やっております。まずはですね、基本となるグリップを先に、やっておきますね。僕がよく使う、バズロールに使ってるのはこういう、3点グリップと呼ばれるやつですね。バディリッチのやり方を、見て、深くこう研究してですね、分析して習得したという、過去がありましたけども、あるんですけども、スティーブ・スミスなんかも同じようなグリップを使ってますね。やり方としてはですね、ここの、なんていうんですかね、意外と知られてないことなんですけど、この手首のこの、なんていうんですかね、親指との付け根か、手首の付け根、おかしいですね、この辺りかに、スティックがこう来るようにして、まあ、軽く当たるようにしてるんですね。で、指は人差し指と、親指と、中指、これで3点、指示というか3つのこの部分がですね、接点がですね、できて三角形みたいなんですね。これやるときに一番ダメなことは、こうやってグリップ潰してしまうことなんですね。で、プレスロールのやり方で、皆さんは結構やりがちというか、多いのは、まあそうやって習った人も結構いると思うんですけども、人差し指と指でこうやってつまむように持って、場合によってはここはもう開けちゃうとか、まあもしくはこう、こんな風に寄せておいて、基本的にここで持って、ここがもう詰まった感じですかね。ここわざと詰めてやるっていう人が結構いるんですよ。これでもある程度ね、バズロールはできるんですけども、とりあえずこの時点でこのグリップを、使って、ロールをするとどんなサウンドになるかちょっとやってみますね。あ、基本的にスネアドラムっていうのは、まあハイピッチの方が、チューニングが高めの方が、ロールがしやすいと言われていますけども、場所によっても違うんですね。端っこの方がリムズマイ、リムとかフとか呼ばれてですね、この縁って言い方変ですけども、このリムの際に近い方が、ロールがしやすいんですね。なぜかというと、当然こうヘッドというのはこう張ってると真ん中あたりは少し、なんですかね、端で打ったらですね、こうブリッジですね真ん中あたりというのはテンションがちょっとやっぱ緩いんですね。で、端っこの部分というのはやっぱり引っ張ってるすぐそばですから、ボルトの近くというのは、テンションが高めなんですね。というわけで真ん中のサウンドは少しデッドですけども、端っこのサスティンがちょっと長めで、ヒーンって倍音も多くて、まあ高めの音がしますよね。はい、ちなみにこれ、ピッコロスネアのスティールのピッコロスネア使ってますけども、よりちょっとこう、トレブリーな高めの高音が出てますね。ちょっとやってみます。端っこはこんなサウンド、真ん中は、ちなみにこういうさっきの人差し指で、つまむグリップ、親指と人差し指の間はこう、詰めちゃう。締めてしまうっていうグリップでやってみると、
後で説明する、なんですかね、スティックをどのぐらいの強さで、固めておくかっていう、固めて持つか、そういうのを注意したとしても、少しこういう横向きの動きとか入れたとしても、ちょっとですね、疲れやすいっていうのもあるんですけども、サウンドがですね、どうしてもこう詰まった感じなんですね。外してというか反してかな逆にこのさっきの3点グリップで、大事なことはここの部分開けるということなんですね。親指と人差し指の間、もうここも三角形になってますね。はい、こういう空間というかスペースかなって入れると、非常にこうほら聞きました、このスティックが響くんですね。そんなにこうルーズに持ってません。逆にもう一回こうつまむグリップでここ詰めて持ってますよ。スティック自体のボリュームがこう下がったの分かりますかね。ちょっとビデオだと分かりづらいんですけど、でもう一回3点グリップ抜ける音が出てきます。はい、じゃあこの3点グリップでやってみるとどうかっていうことですね。やりやすいんですね。これ個人的な差って感じる人もいるんですけども、そうじゃなくて原理がやっぱり変わってきます、ね、あのスティックの響きがまずいいっていうことと、このテンションかな、スティックのテンション、この硬さ自体かな、圧力をどれぐらい加えてるか、この度合いを非常にこう変化させやすいんですね。緩くもできるし、ピーンとこう硬くもできる、緩くもできるし硬くもできる、うん、これはとても大事なことです。はい、あともう一つですね、あのここを詰めてしまうとここの筋肉に力が入ってしまって腕の動きがこう少し制限されちゃうんですね。あとどうしてもまっすぐな動きになりやすいんです。ところがこうすると手首がすごく使いやすくなります。ある程度このつまむグリップでも手首使えるじゃないかっていう人いるんですけど、そういう人を見ると手首が動くおかげで圧が逃げちゃってるんですよね。だからよくあの楽器店ですかね、こうドラムコーナーとかの店頭で、ロールのこうシダとかしてる方とか見ると、スネアの思想してる方見るとよくロールやってる時にこう転がしてるだけの人がいるんですね。きちんと、押せてないというか、こんな風になってる感じじゃないですか、あなた。違いますか？きちんとこれは押せてないんです。本当は、ちゃんとこうプレス、つまり押すということが大事なんですね。メスじゃないですよ。あ、出ました、ガチャレ。今のスルーしてください。押すということがとても大事なんですね。はい。ちょっと調子が出てきました。はい、押すということはですね、例えば転がすっていうのはこんな感覚なんですね。まあ、乗っけてるだけみたいなスティック、はい、ところが押すというのはきちんと、ぐーっと手がこうやって伸びていってるということなんですね。強いて言えばこういう動きなんです、はい、大げさに言うとね。左右でやってみるとこういう動きなんですね、はい、で、あのホイップクリームロールと呼ばれてる、俗に言われてるやつがあります。例えばあのバディリッチとか、あとアートブレーキとかですね、そういった方がやっぱこういうモーションなんですね。これもこういってからこっちに持ってくる、こうしてからこう持ってくる、こういう動きの延長です。こういう動き、はい、レギュラーグリップだともっとやりやすいんですけど、こういうような連動というのがとても大事になってきます。あ、ちょっと話がちょっと専門的になりすぎました。ちょっと待ってください。初心者向きに戻しますから、はい。そう、例えではそういう風なので、ここの圧力をどう加えるかっていうことがまず大事なんですが、あとは圧力の調整ですかね、具合違うの度合いか、を調整するっていうのがとても大事になってきます。
そこで例えば一番柔らかいのから説明してますよ。ここでこの指で反対の手でこう、スティックのこうグリップしてるやつですね。もちろんこうさっきの3点グリップですよ。このぐらいの柔らかさ、結構ふにゃふにゃ、これ画像で伝わりにくいですね、どのぐらい強さで、動いてるのか、というわけでこうちょっとこう小道具として、こんなの持ってきました。はい、なんか女性のメイク落としのなんかコットンみたいですけどもね、ドラムの音をコットンコットン高くって、まあそれぞれどうでもいいけど、無視してるからね。はい、このね包装がいけないんですよね。ピンクでなんかこうなんですかね、これ業務スーパーで買ってきたんですけども、はい、袋が開けにくかったらいけないんで、もう開けてますけど、もちろん 1,2 個食べました。これ実はマシュマロなんですね。あー、でちょっとくっついてて、はい、これね、この形、はい、わかりますかね、結構大きいでしょ。これはメガマシュマロらしいです。もっとね普通の人が知ってるものちっちゃいですよね。これはちょっとビデオ映りがわかりにくいんで、このでっかいのわざわざちょっと買ってきましたけどね。はい、半ペンじゃないですよ、ちなみにね。はい、というわけで、若い人が半ペン知ってるかどうかは別としてですね、はい、これちょっとこう食べて、あ、違うわ、見ますね、こう食べてみますね、押してみます。はい、この柔らかさですよ。はい、めちゃめちゃ柔らかいです。はい、はい、どのぐらい柔らかいか、うん、やっぱ耳たぶ、いや、よりも若干柔らかめか、うん、あとどこだろうね、メダブの人のお腹つまんでみたらちょうど同じぐらいじゃないですかね。僕も若干そんな感じですけども、はい、まあちょっと今の話はスルーしてもらってもいいですけど、実際分かんない人は買ってみてくださいね。マシュマロ、こうするとどれぐらいのあれになるか、そう、マシュマロの話したいんじゃないですかね。スティックの握り具合の話ですから、まあ、こんな感じなんですね。少し抵抗がある、弾力がねある感じ、になってると。押したらこんな感じ、それでやるとこんな感じですね。今みたいに縦にやってみた後に横にずらしてみる、強いて言えば僕はよく川に小石を投げるっていう遊びがありますよね。平べったい石拾って、小さめ石拾って、回転をこうかけてシュッてやったらションションションってこうね 2,3 回こう弾むというか、なんていうかこう水面切っていくっていう遊びですね。真上からこうボンってとドボンとね、一回もちろん、石って沈むというか投げ込まれちゃいますけども、こうやってシュッてこう回転かけて横から行くと、横からの力だとこうね、うまくいくとトトトっていきますよね。あのイメージで、端っこの方から中にこうずらしていくとこんな感じなわけですよ。はい、あとグッという押し方はで、やるんですけども、それ指の感覚ですよ。ただし腕というのはうーっとこう下げていくというか、こう均等に押していくというか、うん、動かしていく、そんな感覚が大事ですね。そうするとこのぐらいの、緩いロールになります。ごめんなさい、なんですかね、交互のこう振り方の速度かな。今のはダーラ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 ーぐらいですから、ダララ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 ぐらいで振ってみると、ほら、これだけでも結構ねロールになってるんですよ。